こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は業務スーパーで売っている冷凍のフルーツについてご紹介したいと思います。はい、まず一つ目なんですが、冷凍みかんですね。はい、冷凍みかん、食べやすく房に分かれていて急速冷凍されてます。 500g 入ってても200円ちょっとで買えるので、すっごいねコスパよくね、冷凍みかんがね食べられますね。はい、ねお安くね冷凍みかん食べたいという方にはおすすめです。はい、でみかん、この冷凍みかん何回か買ったことあるんですが、すっごいさっぱりしたみかんなんですよ。はい、でね、そのままね、もうサクサクね、食べてくださいね。はい、結構冷凍のフルーツってね、いつまでに食べなきゃいけないっていうのがないのでね、賞味期限ってあんまり気にされないと思うので、もうそこがいいですよね。常にね、冷凍庫にね、ストックしているという方もいらっしゃるんじゃないですか？はい、で、続いて2点目は、冷凍のブルーベリーです。はい、これもおすすめなんですが、500g で500円しない程度ですね。ここはカナダ産のね、ブルーベリーを使ってますね。はい、結構ね、甘酸っぱくてね、これがまた美味しいんですよ。はい、これもね、そこまで甘くなくっていう感じなので、そのままでもね、パクパク食べれますし、私はね、結構ヨーグルトの上にね、冷凍のブルーベリー入れてね、食べるんですが、一気にね、なんか高級感出ますよね。はい、おすすめです。はい、ということで今日はですね、業務スーパーで売っている冷凍のフルーツ、冷凍みかんと冷凍のブルーベリーのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。